A は28センチのスクエアの四角が1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、6つ分、 B が1個、2個、2つ分、 C が半分、ハーフサイズ、こちらが28センチ、28センチのハーフサイズの説明です。この28センチの四角を2つ置いて、そしてこの上6センチ、こちらも6センチ、そしてこの中心センター、その中心のここはこの自分のこのあたりのちょっと余裕も出したこのぐらい、22センチか23センチ、これ余裕も出してありますので、縫い代入ってますので23センチ、23センチぐらいのところでこの中心、これを23から24センチメーター。そしてこれとここを結びますね。この6センチ出してこちらが袖口の寸法。そしてこれをこの赤い線が袖になります。やっていきます。まずこれ端は全部始末しました。で、始末の仕方ですけど、このロック、それからジグザグで、ロックジグザグもない人はこの捨てミシン1本コールの捨てミシンを縫っておくといいと思います。そしてここにほつれ止め、今いいほつれ止めが出てきてますので、ほつれ止めをしておいてもいいです。でこれが A が2枚、そして BC が2枚、そしてお袖スリーブですね、スリーブ2枚。まず B の布に C を置きます。そしてここを縫います。全部中表で縫います。 B に C を縫い付けます。肩が縫えました。そうしたら縫い代を終わって、そしてこの袖ですね、これの中心、中心とセンター、センターとこの縫い代、これを縫います。こちらも縫います。この袖下、
これをこの下まで、袖口まで縫います。この袖下を縫います。袖がつきました。こちらも縫えてます。袖がつきましたら、この A の布の中心センター、それとこの B の中心センターを中表を中側にして、これを縫います。この前身ごろのここまで縫います。こちらも縫います。この A がつきます。 A がセンターとセンター、 B のセンター。そしてこう、ここを通って前の方の身ごろの方まで来て、こうなっています。襟と前身ごろですね、同じ一体になってます。これがつきました。 A の布、これのセンター、中表ですね。こうしてここに縫い付けます。こういうふうに待ち針を打ちました。B の中心ともう一枚の A の中心、そしてこの袖下の方に来て、この前の A の布とこの A の布が合わさって裾が一緒になります。そしたらこのセンターとセンター、そしてこのままここにつなぎます。こういう風になってます。この A と A を縫い合わせるときに、このウエストから5センチぐらい上で、そこからまた3センチぐらい、これを縫わないで開け口にします。こちらも縫わない。ここに開け口を作りました。こちらも開け口はこういう感じに始末になってます。この開け口の上に縫い付けます。裾を始末しました。今回はA の片側は布の端を利用しました。ファブリックのエッジを利用しましたので、これ縫ってないですけども、もし
これをカットしてあるところでしたら、こちらもこちらも縫うことになると思います。そして袖口ですけれども、これは自分の袖の好みの長さに、長ければカットして、このままでこうめくって、これがクチュクチュっとなった方がいいということであれば、このままで切れると思います。